まったく足が速い。久我沼が呼び出したってことは行き先も多分、俊介きっとまた理事会室に呼び出されたんだろうな。だったらここから。君。はい。誰だよこの急いでる時に。そんなに急いでどこへ行くんだ。あの、あなたは。俺はこの学校の教師だよ。生物の木田だが、知らないのか。すみません、俺転校してきたばかりなもので。それじゃあ例の。例のってなんだよ。やっぱり職員室でも話題になってるのかな。それで休みの日にこんなところで何をしてたんだ。何って。あの、友達を探してるんです。2年の滝さんなんですけど、見ませんでしたか。滝。ああ、あの、いつも学内で自転車を乗り回しているあいつか。そうです、見ませんでしたか。いや、見なかったな。そうですか。あの、俺急いでますので。おい待て。何ですか。そっちは職員棟だぞ。でもあの、後を探してないのはそこだけなので。ダメだ、日曜日は鍵がかかっているからな。それじゃあ中には入れないんですか。そうだ。でも俊介が中にいるはずだけど。俊介。あ、いけない。いえ、あの、入っていくのを見たってやつがいたから。まさか誰かが開けない限り日曜は職員棟には入れないんだぞ。俊介って滝のことだろうが。探していると言ってたが何かあったのか。いえ、その、日曜日だっていうのにあいつは職員棟に入ったのか。鍵はかかっているはずだし、だいたい生徒が職員棟なんかに何の用事だよ。やば、余計なこと言っちゃった。このままじゃ俺だけじゃなくて俊介のことまで勘ぐられるよ。だからってこの先生に俊介の事情を話すわけにもいかないし。滝は本当に職員棟に入ったのか。君は理由を知っているのか。あの、それは。落ち着け。あの、実は俺と滝さんは職員棟に来いって言われたんです。その久我沼副理事に。副理事に。はい、そうなんです。いちゃった、これでごまかせればいいけど。副理事。なんだか変な感じ。やっぱり疑われたかな。どうして副理事が君たちを呼ぶんだ。やっぱり来た。さあ俺たちも理由は聞いてないので。そうなのか。君は副理事とはどういう関係。関係は別にないですけど。ふん。あの、俺は別に。いや、いいんだ、気にしなくていい。え、あの人にも困ったものだよな。あ、はあ。なんだろう、よくわからないけど何か勘違いでもしてるのかな。先生方の間でもあの人はあまり評判が良くないんだ。鈴菱グループの投資とは親戚筋だって話だけど、グループの中でもうるさがられてるんじゃないかな。あの人の主戦度ぶりは普通じゃないからね。そうなんですか。ああ、儲け主義にも程があるよ。特に今は会社の経営じゃなくって学園の副理事長なんだからな。わざわざ言うのもどうかと思って黙っていたけど、君、伊藤君だよな。例の退学勧告のことも職員室では話題になってるよ。そうですか。でもなってて普通だよな。無視されてなくてちょっとほっとしたような。特別素行が悪いとか成績に問題がない生徒にいきなり退学しろなんてひどい話だ。まあ理事長も何を考えているのかよくわからない人だけど、君の問題なんかほったらかしで MVP 戦だろ。ふざけるのもいい加減にしろって感じだよな。そんな。あれは俺のために開催されるようなものなのに。ちゃんと説明して誤解を解きたいけど、やっぱりダメだよな。それなのに海野先生まではしゃいで参加するなんて言い出すし。
まったく、あいつも何を考えているのやら。あの、そんなに怒ることはないと思いますが、俺のことを心配してくれるのは嬉しいんですけど。大体この学校はおかしいんだよ。理事会の力がやたら強いし、その上生徒の自治に任せるとかで、俺たち教師の意見なんかあってなきがごとしだ。まったくやりがいのない。俺の心配をしてくれているってだけでもないみたいだな。副理事長なんか分かりもしないのに、生徒の教育方針にまでうるさく口を挟んでくるし、少しはこちらの言い分も聞いてくれって言うんだ。はあ、あの、大変ですね。そうだろう、分かってくれて嬉しいよ。いえ、そんな。疲れる。だいたい久我沼さんはおかしいよ。妙に生徒の内情に詳しすぎるし、普通の学校経営者があそこまで細かいことを知っていたりするものなのかね。そんなによく知ってるんですか。ああ、誰に聞いたのだか、我々教師でも知らないようなことをいろいろと知っているんだ。生徒の家庭事情や生い立ちとか、友達同士ぐらいじゃないと知らないようなことまで掴んでいる。あそこまで知っていると気持ち悪いぐらいだな。え？それであの人は、あいつは育ちが悪いとか、父親の仕事がどうとか、いろいろ言ったりするんだ。ああいうのは教育者としてはどうかと思うんだけどね。生徒の友達同士じゃないと知らないようなこと、それを久我沼が知っている。どうして。まさか。大体あの人はこういった教育の場には向かないんだよ。そういえば前に。すいません、俺もう行かなくちゃ。おい、なんだ人の話の途中で。俊介。結局俊介は見つからなかった。職員棟の非常階段を上がってみたけど、そこは鍵がかけられていたし。俊介やっぱり出てこない。すれ違いになったのかな、それともどこか別の場所に呼び出されてて。畜生。俺何やってるんだよ、こんなところで。ただ待ってるだけで俺にできることはないのか。何でもいい、少しでも俊介の助けになれるようなことは。俊介も俊介だよ、どうして俺に何も言ってくれないんだよ。本当は嫌でしょうがないはずなのに、どうして。いいから構わな、久我沼のことは機械約束やろ。何が約束だ、確かに約束したけど。だけどそんなの。俺本当は俊介に頼ってほしい。俺には頼れないのか。このまま何もできずにただそばにいるだけなんて絶対に嫌だよ、俊介。はあ、気が重い。あれから俊介には会えないままだった。消えた。よう、飯でも行っとったんか。俊介、俊介、お前どこ行ってたんだよ。落ち着かんかい。なんや、廊下で大声あげな。落ち着かんかいって、お前そんなことできるわけないだろ。ええから騒ぎな。あんまり騒ぐと寮長さんが飛んでくるで。俊介、分かったよ、入れよ。入れって。いいから入れよ。ええ、しゃあないな。しゅ、消えた。今日はすまんかったな。お前あの後食堂のおばちゃんに怒られんかったか。そんなことないよ、俺もあの後すぐに出たから。それやったらよかった。俺たこ焼き鍋取りに行くん遅なってしもたから、おばちゃんにちょっとだけおこごと言われてしもたんや。ケータが何も言われんかったんやったらよかった。遅くなったって俊介。でもな、たこ焼き美味しかったやろ。あんな、俺の焼いたんでよかったらまたいつでも食わしたるからな。俊介。ど
干してそんな普通の顔していられるんだよ。どうしてそんな風に何もなかったみたいな顔して。俺には何も言ってくれない。ケイタ、そんな怖い顔すんなや。俺な、俊介。なんやケイタ。お前、久我沼に何かされたのか。何かって、何のことや。だってそうだろ、脅されてるってことは何か理由があるわけだし。俊介、お前。いいな。俊介、お前には関係ないことや。それにそのことは聞かへんって約束やったやろ。だけど俊介、俺。うるさいうるさいうるさい。俺は何も言わん。お前に話すことなんか何もあれへん。お前は俺にコンビ組んでほしいんやろ。あの MVP 戦で優勝せえへんとこの学校から出ていかんとあかんのやろが。それやったら何も聞くな。お前なんか俺がおらんと困るくせに。俊介、お前。俊介、こんなにムキになって一体どうしたんだよ。これじゃあまるで怯えてるみたいじゃないか。ごめん俊介。知らんわ。何がごめんや。約束だったもんな、お前の事情は聞かないって。そうや、俺のことは何も聞くな。お前には関係ないことなんやから。でもな俊介、俺俊介のことが心配だったから、それでつい。俊介。知らんわ。ほんま、お前なんか。ごめん俊介、だからもう。うるさいわ。俺な、ほんまは俺、ほんまは。何か言おうとしていたみたいだったけど、結局俊介はあの後何も言わなかった。俊介は何を言いたかったのだろう。聞き返したかったけど俺にはそれができなかった。俊介があそこで声をかけてしまったら俊介が本当に泣き出すだろうって分かっていたから、泣き出しそうなのを一生懸命こらえていた俊介にそれ以上辛い思いはさせたくなかったから。皆様、本日より理事長主催参加される方は繰り返します。さすがに多いや。というか俊介、ここにいたんだ。まあな。今日は頑張ろうな。ケイタ、お前。俺たちはペアを組んだんだからな、ちゃんと最後まで付き合ってくれよ。ああ、分かった。俊介、大丈夫かな。よーい、スタート。おい、いたか。ダメだ、全然見つかんねえ。こら、逃げるな。いたのか。みんな苦労してるみたいだな。そうやな、これだけ広い学校の中じゃ。確か端から端まで歩いたら20分ぐらいかかるんだよな。そうやな。この辺りだったら茂みの中とかにいるかなって思ったけど、せめてどこから話したかだけでも発表してくれたらよかったのに。そうやな。あ、でもそれだったらみんなもハムスターを話した場所の近くを探すだろうから、今とあんまり変わりないか。だいたいハムスターなんてあちこちに潜り込むし、ずんぐりしてるけどあれで結構足も速いみたいだし。そうやな。俊介、読んだか。読んだよ。なんだよ、さっきからそうやなそうやなって。お前ちゃんと探してるのか。探してるわい。そういうお前かて喋ってばっかりで一匹も見つけてへんやないか。俊介だって見つけてないだろ。あ、逃がすな。わかってるわ。ダメだ、逃げられた。残念やったな。残念ってなんだよ。わかってるって言いながらぶつかってくるなよ。そんなんしゃあないやろ、不可抗力や。不可抗力？文句あるんか。それやったらもうええ、俺は一人で探す。待てよ俊介、
なんやねん。一人で探すってなんだよ。俺たちパートナーだろ。別に構わへんやないか。別々で探した方が効率かてええんとちゃうか。それに俺一人になりたいんや。俊介。なんや。俺の肩話せ。言いたいやないか。こんな時にわがまま言うなよ。わがまま？わがままってなんやねん。MVP 戦の真っ最中だぞ。一人になりたいってなんだよ。俺かてそういう時ぐらい俺はお前と一緒にいたいんだよ。な、俊介、俺たち優勝するって約束しただろ。こんなところで揉めてなんかいられないんだぞ。なんやねん啓太。お前何、お前一人で熱うなってるんや。お前自分が学校辞めさせられとうないからそれでMVP 戦に出てるんやなかったんか。俊介、お前何言ってるんだよ。だって俺のことなんかどうでもいいんだよ。俺はお前のために頑張ってるんだ。俺のために？当たり前じゃないか。俊介が、友達が困ってるんだぞ。放っておけるかよ。エータ、お前な、お前はなんだよ。お前なんか、お前なんか知らんわ。俊介、お前、みんなお前みたいなやつ俺知らんわ。お前みたいな夫よしなやつ、お前俊介泣くなよ。違うわ、見るな言ってねえやろ。きっとなんとかなるから。きっと最後には何もかもがうまくいくよ。俊介、俺のこと信じろよ。お前の何を信じろって言うんや。俺どんな。大丈夫だよ。言っただろ、俺運だけは強いんだって。アホ、そんなん知らんわ。大丈夫、きっと大丈夫だから。消えた。お前何、俺のこと見るな言うてるやろ。あっち向け。俺が落ち着くまであっち向いとけ。早せんと何合わへんなるやろ。俺お前のパートナーなんやから、あよどうにかして。俺はもうお前の足引っ張りとんないから。ケータ、ケータ、なごめん、ほんまごめん。俊介、落ち着いた。こっちみんな、まだダメなのか。ダメなことなんかあるかい。ただ照れくさいだけや。おっしゃ、気合い入れたで。ええだ、ノロノロしとらんと。とっととネズミ探すで。ネズミじゃなくてハムスターだよ。どっちでも一緒や。時間はないやろ。行くで、ケイタ。なんや、めめめめつりゃめめめつりゃめめ。楽勝やったな。まあね、俺結構頑張ったし。何言うとるんや、勝てたのは俺のおかげやろ。最初はベソ書いてたくせに。なんか言うたか。別に。おめでとう、伊藤滝ペア1回戦合格。やった、俊介、1回戦クリアだ。ああ、当然や。この調子で次もよろしく頼むで。ああ、一緒に頑張ろうぜ。ケータ、1回戦勝ち抜きおめでとう。うん、俊介のおかげだよ。それでケータ、2回戦は
誰とペアを組むんだ？1回戦と同じ人と組むのが俺は妥当だと思うけどな。2回戦か。俺また俊介に頼んでみるよ。俊介か。次は知力審査だけど大丈夫か？大丈夫だって。なんとかなると思うよ。俺も頑張るしさ。そうだな、頑張れよケータ。ありがとうカズキ。俊介またあそこかな。俊介は見つけた。俊介。なんやケータやないか。お前もおやつかって。俊介それおやつ。そうや。相変わらずたくましいというか、なんというか、これで太らないから不思議だよな。運動量のせいにしたって俊介は痩せすぎのような気がする。ケータどないかしたんか、ぼーっとして。ううん、なんでもない。それより俊介、 MVP 戦のことなんだけど。2回戦やろ、今度もよろしく頼むで。それじゃあ俊介また俺と組んでくれるんだな。当たり前やろ、俺は他のやつとなんか組まへんで。それともなんや、ケータお前他に組みたいやつが出たとか言うんとちゃうやろな。浮気は許さへんで。浮気ってなんだよ、恥ずかしいやつだな。そんな大声で言うなよ、こんなところで。そしたら二人っきりのところでやったらええんやな。だからそうじゃなくって。わかってるって、からかいがいのあるやっちゃな。まったく。ケータお前今日時間あるか？あるけど、何？作戦会議？作戦会議とは違うんやけど、ちょっとな。俺、これからバイトなんやけど、お前に話したいことがあるんや。忙しいとか、そんなんやったらしゃあないけど。大丈夫、時間はあるって。バイトって、またデリバリー？俺でも手伝えることなら手伝うけど。そっか。そりゃありがたいな。なんだよ、なんだかこの笑顔が怖い。大丈夫やて、そないに緊張せんでも。今日はデリバリーやのうて、お手伝いや。ちょっと力いるけどな。はあ、うわっ、あ消えた。そこもっと動かせ。わかってるけどうまくいかないんだよ。終わった。お疲れさ。おかげで標準に倉庫の整理ができたよ。どういたしまして。俺もお役に立てて嬉しいです。疲れたな、ケータ。あ、はい。そうか、本当に助かったよ。よかったら今度も頼むよ。そんな俺らは構いませんけど。俺は遠慮したいな。こういうことはやっぱり運動部の人らがやった方がええと思いますよ。今日は陸上部の水木さんが足痛い言うから、俺ら代わりに来ただけですから。そうか、それもそうだな。とにかく今日は助かったよ、ありがとう。どういたしまして。ほなケータ行くね。うん、疲れた。なんや情けないな。ケータお前体力ないで。俊介が体力ありすぎなんだよ。ちっこいくせして。そうか、俺なんか普通やで。そんなことないって。まあええわ、お前が手伝ってくれたおかげで俺も助かったからな。俊介あれもバイトだったのか。そうや、陸上部の水木さん、他3名様からのご依頼や。グラウンド倉庫の整理の手伝い、それ代わりにやったったら学食チケット6枚もくれるんや。ええ稼ぎやろ。それだけ重労働ってことじゃ。そうとも言うわな。ケータもよう働いてくれたからチケットは山分けや。俺4枚もろてええか。俺が交渉とかしたんやからな。いいよ。そっか、ケータも気まええな。俺は俊介ほど食べないからね。そっか、俺らきっとええコンビになれるな。これからもずっと仲良いやっていこうな。ああ、これからも。これから。ケータ、なんやねん。うん、なんでもない。ただ俺、本当にこれからもこの学園にいられるのかな。
ケイタ、お前もっと自信持てや。うん、分かってる分かってるけど。あの、ところで俊介。なんや。さっき話があるって言ってたよな。うん、うん。それって何？話、話はあるんやけど。ケイタ、ちょっとええか。うん、いいけど何が？ちょっと俺に付き合ってくれ。その誰もおらんところに行きたいから。うん、いいよ。ここじゃダメなのかな。ここよりもっと人のいないようなところ。俊介、何を？すまんな、ケイタ。